ロシア連邦政府議長はロシア連邦政府の長である。ロシアの首相はロシア連邦元首である大統領によって任命される。大統領は前の首相が退任して2週間以内に次期首相を任命しなければならない。指名後、ロシア会員である国家会議によって過半数の賛成を得てから就任する。過半数の賛成が得られない場合、 大統領は再び次期首相を任命しなければならない。もし大統領の首相任命が会員により3度否決された場合、大統領は会員を解散する。2020年1月15日に行われた大統領による年次教書演説では、大統領にある首相任命権を会員に移管し、また首相の組閣を大統領が拒否できないよう憲法を改正する方針が示されている。 J. アジアプラス。ニュース、d j 2020年4月18日閲覧。ロシアのメドベージェフ首相、大統領の年次教書演説を受けて、内閣総辞職を表明。スプートニク日本。スプートニク。 https://jp.sputnyknews.com/.politics/.2020011577015486/.2020 年1月16日へ閲覧。ロシア共和国は1991年12月25日を、もって事実上、ロシア連邦に改名したが、法令上は1992年5月21日である。 自らを首相代行に任命したが、同日に憲法裁判所がこの大統領令は憲法違反であると判定したため撤回した。ありがとうございます。